続いて膝関節後方の軟部組織のモビライゼーションの方法を示します実施する際には一方の手で硬いをしっかりと外して実施する際に患者の防御性収縮が発生していないことを確認しながら行いますそして硬さが生じている部位をターゲットに丁寧に モビライゼーションを実施していきますこの際にはしっかりと筋腹をほぐしていくことを意識しながら行いますではステップ後の片足着地中の四乗面上のアライメント修正ですよく見られる選手のパターンとしてはステップした際に 体幹の前傾が不十分もしくは後傾しているようなパターンあとは着地直後の膝の屈曲角度が浅いあとは接地音が過度に大きく着地衝撃の吸収能の低さを疑わせる そういったのような選手に対してやはり適度に体幹を前傾しながら着地直後にしっかり膝を屈曲させる股関節もですね。で選手にこの着地した時の音をしっかり聞かせて 吸収するような学習を促していきますはい OK です 医療施設の中でできる範囲でその限られた環境でできるアスリ派について説明したわけですがそれでは選手は満足しませんし、まあ、到底そのスポーツ得意的なアプローチといえるものではないと思います。ですので現場トレーナーとか現場の理学療法士との連携というのは当然不可欠です。 またこれはまあ少し大まかなあの話になりますけれども我々が担当している専門家が気を抜くとですね選手ととというのは症状と再損傷とともに必ず戻ってきます。これはあの次回の意味も含め,含めてですけれどもそれだけ危機感を持ってやらないとあの気を抜くとですね本当にその選手っていうのは症状と再損傷を手土産にですね返ってきてしまいます。 ですから相当な責任と危機感を持って望むべきものだというふうにまあ,我々理解してますあとはですねやはりデータを持って説明しないと選手もその周辺の専門家も納得しませんのでケアスキル経験だけではなくてデータを蓄積してそれをまあ他の専門家含めて選手もですね教育していくという視点も重要になろうかと思います。